ジャン TV をご覧の皆さん、こんにちは。司会の福井健二です。今週から始まりました超ベリー実況麻雀、略してチョベジマは、麻雀の楽しさと素晴らしさをこの私の実況により伝える次世代のエンターテインメントであります。番組では麻雀界に彗星のごとく現れた麻雀の達人が実力を証明するためにプロ雀士と行う真剣勝負を実況してまいります。達人がトップである限り13週間勝負が続きますが、達人が負けた場合はそこで達人失格、対局は終了となる厳しい世界であります。果たして達人の実力は本物なのか、全てがテレビの前で明らかになろうとしております。さて、まずは毎週設定される対局ルールの発表と参りましょう。対局の行方を大きく左右するルール、最初に達人が挑むのはこのルールであります。そしてこのルールで達人を倒すことを目指し、プロ雀士が達人に勝負を挑んでまいります。栄えある第1週、最初に登場する挑戦者はこの3人であります。今週の注目プロはお菓子が大好きという福島修プロです。しかし打敗は決して甘くはありません。さあ、ルールと挑戦者が決定したところで、いよいよ対局の開始です。プロは果たして達人を倒せるのか、それとも達人はプロの挑戦を退けるのか。今まさに騎は投げられました。さあ、開局であります。達人はランチャースタートで始まりました。一体どうしたというのでしょう。達人泣いて攻めます。この泣きはどうでしょうか。こういう手牌での牌のさばき方で腕の良し悪しが出てきます。これは意外と悩む場面なのでしょうか。リーチ、プロから遅めのリーチがかかります。これは強い、完全にリーチを無視しています。達人、チョベリグな牌を持ってきてもらいたいものです。チョベリバな角がついております。あまりにも角が悪すぎます。場が緊迫しています。この辺りで上がりを拾い、トップ目になりたいところでやります。高得点のチャンスが期待できる親番ではしっかり得点を重ねたいところでやります。本来ならばここであんこのメンツが完成しています。チョベリバな角がついております。達人、超ベリーグッドリーチ。ここでプロからリーチ、チー。達人にチーが入ります。リーチに対してドラを切り飛ばす達人、強い意志が込められています。マン、
つも。ここはプロの上がりです。達人相手ではこんな点差はないも等しいのであります。今のうちに頑張ってください。本3局に突入しました。この辺りで大きな上がりをものにしたいところであります。ポン。達人がポン、上がりやすさを重視したのか。ポン。厄配を利用してプロの親を流したいところであります。ポン。とりあえず連チャン狙いでしょうか。チー。達人にチーが入ります。このドラは本来ならば統一になっているはずであります。チー。これは面白い。4枚目の牌を引いてきました。やや遅いが天牌であります。今回達人ちょびりぐな牌を持ってきてもらいたいものです。達人超ベリーグッドな牌を持ってきてもらいたい。あまりにもツモが悪すぎます。かれこれ 5,6 順は悪いツモが続いています。これは苦しい。守りを完全に捨てました。さあ泣きによって展開が変わります。ここは時間をかけていきましょう。苦しい展開の達人、じっと卓上を見つめています。達人天敗です。展望的にはまずまずの状況であります。前局は流局でした。この局では誰の上がりがあるのでしょうか。